やー、あいみょんのマリーゴールドそっくりでしたね。3年の高橋さん、ありがとうございました。渡辺大学モノマネ歌合戦、盛り上がってまいりました。続いての挑戦者は4年の田所健二さんです。歌っていただく曲はミスターハッピーボーイで乾燥したコンタクトレンズです。誰の何？まあいいか、では張り切ってどうぞ。これ聞いたらわかるのかな。乾燥したコンタクトレンズ、知らないな。なんだこの曲。いや、モノマネだから有名な曲歌ってもらわないと。これもうすごい空気になってる。残業してたら目が痛くなった。本人そんなんすんの。ズボングッとやるとか知らないから。なんだその動き。そういうパフォーマンスする人なのかな。早く終わらないかな。あ、目が乾いてきたな。語り？メガネが欲しいな。すごい空気になりましたけど、まあ、本人は頑張ってくれたんで、田所さんありがとうございました。え、何これ。え、誰ですか。マジかよ、本物のミスターハッピーボーイだ。この会場で盛り上がってるの君だけだから。いや、まさか本人もモノマネされると思ってないから動揺してんじゃん。残業してたら目が痛くなった。左じゃなくて右手だった。いや、どっちでもいいわ。あと、そもそも全然似てないな。乾燥したコンタクトレンズ、乾燥したコンタクトレンズ、乾燥したコンタクトレンズ。本人引っ張られてない。乾燥したコンタクトレンズ。やあ、ミスターハッピーボーイ、はじめまして。本気圧倒されてんじゃねえかよ。よかったら一緒に歌わないか。お願いします。乾燥したコンタクトレンズ、乾燥したコンタクトレンズ。どっちがモノマネされてるかわからない。乾燥したコンタクトレンズ。そもそも曲と人が合ってないからこういうことになるんですよ。ああ、目が乾いてきたな。本家下手じゃない。メガネが欲しいな。メガネかけてんだろ。乾燥したコンタクトレンズ、乾燥したコンタクトレンズ、乾燥したコンタクトレンズ。やられてる感 100% だな。優勝ですかね。いや、するか。